はい、では引き続きファンダメンタルさんの訪問動画になります。今こちらはファンダメンタルさんの、はい、まあ、社屋の2階に、お邪魔しておりまして、こちらがその視聴室、はい、視聴室ですね、はい、視聴室兼製品開発室みたいなことになりますかね、はいはい、じゃちょっとこの部屋のなんかご紹介的な、うん、もう見ていただいた通り普通の6畳まで結構響き回り、うん、ライブですね。でも一般の、ご家庭と変わらない最近の感じですね、うん、はい、なるほど。で特にですね、まあ、そこにちょっと音響パネルが少しありますけど、それ隣の関係で入れてるだけで、まあ、そんなに効き目はあるわけじゃなくて、うん、そこも車高で吸音室じゃないので、うん、あのちょっと対象じゃないと気持ち悪いなと思って私もこっちに入ってるだけで、はい、うん、あとは何にも処理をしてません、うん、で電源も普通に松下のテーブルタップとかですね、はい、普通の壁コンセント、壁コンセントを使ってます。まあ、そういう意味じゃ、リューザーの皆さんの環境の方がひょっとするとね、マニアの方ってよっぽどいいかもしれないくらいの環境です、うん、まあ、普通のこういう環境で、で、まあ本当にこういうちっちゃい音量ですね、うん、こういう皆さんが夜とか普段からこの音量でやってる方も結構今いらっしゃるんですけど、うん、こういう音量でちゃんと音楽が気持ちよくなるか、うん、その音楽の実体感がちゃんとこう見えるか聞こえるかっていうところを開発するための部屋でもあり、あとお客さんがね、うん、うちの製品を聞いてみたいって言った時に、販売店さんももちろんですけれども、もっと実際的な環境でお聞きいただきたいっていう時はここで聞いていただくこともまあまあありますので、うん、この辺はうちの方に連絡いただいて、メールでも電話でも結構なんで、はい、機材と人とお客さんの都合がうまく合えばいつでも聞いていただけます、はいはい、視聴室としても開放されて、そうですね、開放されてます、予約していただければっていう形ですね、はい、はい、ありがとうございます。ではせっかくですね、ちょっとこちらにリモコン持ちのか、こちらに例の開発中のプロトですね、いかにもプロトですね、プリメインアンプがありますので、はい、まあ、せっかくなので差し支えない範囲で、はい、こちらについてもちょっとよろしいでしょうか。プリメインっていうのがはばかられるところがありまして、はい、というのは機能としてはインテグレーテッドなんですけど、うん、実は2ボックス構成でこちらにトランスがドンと入っておりまして、こちらが、アンプ本体という形で、でもファンダメンタルとしてなんと画期的なのは、はい、セレクターがつきます。セレクターがつくくらいで画期的っていうあたりがね、いかにもファンダメンタルですけど、LA10 の時にですね、1系とセレクターなしって言った時に、まあまあいろんな皆さんからありえねえだろうん、セレクターがないプリアンプなんてありえねえだろう、まあ、我々ライアンプって呼んでますけれども、さまざまなご批判をいただきまして、でもと言いながら、まあ音のためにはしょうがねえなって、ある種寛容に使っていただいてるお客さんもいらっしゃって、外付けでセレクターをご自分で用意されてとかってケースも含めて、はい、だいぶお客さんにはご迷惑かけてまして、で今回プリメインとなった時に、まあ、ある出版社の編集長がですね、はい、ファンダメンタルのプリメインですよね、そうだよ、うん、まさかセレクターつけないよね、ファンダメンタルなんだからつけませんよねって言われて、うん、僕はこう天の弱な性格なんで意地でもつけてなるほど、 LA10 の時はまさかセレクターなしなんてって言われたんで意地でもつけなかったんですが、今回は意地でもつけてやるっていう、その挑発に乗って見事まんまと罠にはまったとも言えるんですけども、あー、なるほど、やられたなと思うんですが、セレクターを今回つけております。いろんなちょっと工夫をしながらですね、はい、なので基本こうプリメインという機能を取っておりますが、またまあ天の弱なファンダメンタルのことなので、うん、電源が別で機能的にはインテグレートで、でも、うん、携帯はセパレートっていう、ね、新しいインテグレーテッドアンプの提案とか、新しいセパレートアンプの提案って聞こえないですか、はい、ただの天の弱かもしれませんなるほど、うん、でもね、トランスっていろんな意味でその、まあ、ノイズ源とも言える振動源とも言えるもので、うん、
じゃあつってシールドや、ね、あの振動しないように固めていくっていうとなかなかいい結果も生じないところもあるので、うん、まあ分けることのメリットを精一杯に出して、うん、まあ先ほどからねちょっと言っていただいてるその闇を実現するための SN っていうんでしょうかね、はい、もう言葉を最近もうちょっと使わせていただこうと思ってます、はい、のためにはこれはすごく効果がありまして、うん、ただあのいわゆるそのケミコンの類はこちらのアンプのもうモジュールの中に入ってますので、うん、実質的にはここの中でもうアンプとしては機能するんですけれども、ね、うん、そういう新しい提案のインテグレーテッドアンプを4月目標で今順調に遅れております。4月目標でとかってこの辺にテンポ出していいですか、うんうん、順調に遅れておりますわかりました、はい、まあ、サイズはねあの AA10 のまあ AA10 の幅のサイズ で、うん、でこれはもうプロトなんであるんですけど、はい、高さは LA10 の厚みよりはちょっと厚くて、うん、MA10 よりはちょっと薄い、うん、奥行きはヒート進行を除いては LA10 のサイズなので、うん、実はあのご購入いただくとよくわかると思いますが、はい、とてもコンパクトで、はい、まあ2つですからあの別々にちょっとね置いていただくことになると思いますけれども、うん、うまくこう設置していただければそんなに広くないあの奥行きとかスペースの中でも十分に活用していただけるものになるんじゃないかなと思ってます、うん、ちなみに型番って何になるんですか、ね、これもね聞いちゃっていいのかな、仮の型番です、はい、今のところ PA10、うん、で P っていうのはプリメインの P でもなくて、はい、あ違うんです、違いますね、はい、プレサイズアンプリファイア、あ、はい、あの正確なアンプっていう意味ですね。あ、うん、プリサイズ。プリサイズ、はい、あのプレシジョンのプレシジョンですね、そう、はい、っていう呼称にしようかなと今思ってますけど、なるほど、あのそんな名前はねえだろうっていう人は こちらにご意見をお寄せいただければまたちょっと考えますなるほど、はい、はい、まあ、プリメイン的なアンプですね、なるほど、はい、了解しました、まあ、PA と書かれてはいるけど、うん、プリメインアンプじゃないよ、あのプリメインアンプの略ではないよ、略ではないですね、へそ曲がりなそこもやっぱ一緒の天の弱的な、そうなんでしょうね、うん、でもあの今回はセレクターがついてですよ、キヤノンが1系統、はい、RCA が2系統、合計3系統の予定で現在順調に遅れておりますきちんとあのセレクターもついたプリメインアンプとして登場予定、はいはいはい、そうですね、はい、いう形ですね、まあ、プリメインとしての本当にこうなんていうのかな、こう今までのセパレートのない、良さを出したいなと思ってますので、はい、これが出ました暁にはぜひここに来ていただくなり、販売店さんでご視聴いただくなり、いろいろ、リクエストいただければと思います、うん、はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとあのカメラに映ってはいないんですけれども、あのカメラのちょうどあの後ろというか横のあたりにあの CD の棚もこの部屋にはありますので、まあ開発に使ってる音源とかじゃなくって、パッと思いつくこのアルバム好きでよく聴いてますみたいなのがあれば何か、それをかけますか、うん、かけていただいて、 かけるのか、それをご紹介、かけるとちょっとあの著作権的なあれが出てくるので、ね、誰かご紹介いただければ、ね、今回のアルプアンプですごく特訓だディスクがいくつかあるんですけども、はい、この中でもこれだ、はい、かな、まあアルバムアートを出すぐらいは問題ないと、はい、はい、これなんですよ、これね、なんでこれがターゲットになったかっていうと、まあ、基本的には、まあ、オーケストラ OK なんですね、あ、私で、はい、はい、個人的にですね、たまにね夜中にどうしてもオーケーを聴きたくなることがあるわけですよ、うん、はい、そうするとまあ夜中ですから、家人がね静まってる時に聴こうとすると、はい、こう音量高いところはもう決まっちゃいます、これ以上出せない、上限値は決まっちゃいますね、はい、上限値決まっちゃう、そこにフォルテッシュも合わせて再生した時に、うん、ピアニッシュも聞こえねえじゃねえか、うん、
まあ、逆によくあるあるあるのパターンで言うと、そのピアニッシモを聞こえるようにボリューム上げてって、こう聞いてるとフォルテッシモで上がりすぎてわーっと下げに行くみたいな経験をされてるリスナーの方いっぱいいると思うんですけど、ダイナミックレンジが広い音源であればあるほど、まさにこれそうなんですね、うん、これをボリュームの位置を変えずに最初から最後まで聞き切りたいっていうディスクなんですこれ、はい、うん、でさっき言ったそのフォルテッシモのところに合わせておきながらピアニッシモが聞き取れるアンプを作りたいっていう思いが今回このプレミアムがすごく強くて、うん、はい、そういう意味ではこいつはそのこれをちゃんと聞きたいがゆえに作ったアンプというディスクでもあると、うんうん、小沢誠二式の、はい、マーラーの高級第2番1990年くらいの録音だと思うんですけど、これがね、僕らはフィリップスの仕事かつてやってたからっていうわけじゃないんですけど、はい、本当に演奏も素晴らしいし、よく撮れてるんです4本のマイクで、ピアニッシモも綺麗に記憶されてて、そのダイナミックレンジも広くてってものなので、うん、このピアニッシモを本当になんとかちゃんと再現してやりたいっていう思いは以前から持っていて、でも、まあ、かつての機器ではボリュームの上げ下げがね、うん、若干必要だったんですけど、こいつは、まあ、今のうちのファンダメンタルの機器はこれボリューム上げ下げなしで聞けますよ的なディスクです。ものすごく小さな音、はい、ピアニッシモであっても、はい、静寂と闇の中で、はい、闇ですね、きちんと光がピシッと、はい、まさにそれですという形です。はい、はい、ありがとうございました。こちらでした。あとはね、普段その時々で聞きたいものを聞いたり、それこそニコギの演奏をチェックしたりなんてのも、さっき言いましたけどソフトとハード両方一緒に作ってますんで、リファレンスディスクと呼ばれるほどのものもない代わりに、いつでもどこでもどんな音楽でもリファレンスになるということかもしれないですね、うん、なるほど。オーディオを好きでやられている方ってやっぱりその理想を言えば何かしらこう専用のオーディオルームが欲しいなって思ってる方もたくさんいらっしゃると思います、うん、でも現実的に、まあ、なかなか難しくて、生活空間の中で限られたスペースの中で、オーディオに取り組んでおられる、オーディオを楽しんでおられるっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですよ、うん、で、実際にファンダメンタルの視聴室ないし開発室が、まあ、こうしたごくごく普通の牧場まで実際にテスさんが製品も開発されてますし、こうやって音楽を聴いているっていうのは、すごく何て言えばいいのかな、まあそうした実際の生活空間でオーディオを取り組まれているそういう方々にとってもすごく心ある意味心強い、そういう見方もありますね。そう、うん、この部屋は、うん、なんていうかこう特別じゃないですか、ね、うん、うん、なんていうか実際にね現実的な生活空間の中でオーディオされてる方はなんか妥協の結果こうなんだじゃなく、うんうん、こうなんだじゃなくてこれでいいんだっていう、うんうん、この環境で楽しめること楽しんでいることがすごくいいことなんだっていう、そういう実感を得られる、なるほど、うん、なんかそういう、すごく好意的な会社ですね。いやメーカーの一つとしてはいかがなものかっていうふうに捉えられる可能性ももちろんあると分かってはいつつね、うん、僕自身が生活環境の中で音楽を聴いてきたし聴きたいし、はい、ほとんどのユーザーさんがそこにの中で音楽を楽しむということが現実だろうと思うので、うん、これよりいい環境はお客さんでももっと作れる方がいっぱいいらっしゃると思うんで、うん、それはもうどんどんやっていただいて、はい、でもこんな普通の環境でもここまで音楽を楽しめるんだよっていう一つのサンプルにしたいなとは思ってたんですよね、うん、で実際ユーザーさんが使う環境とかけ離れていない中で、はい、その現実的な環境の中でどこまで音楽を表現できるか、これは音楽作るサイドのも含めてですね、うん、自分たちが作った音源がちゃんとこういう環境で届くかっていうところも含めたチェックの場としてこの環境は利用してますんで、うん、オーディオ製品のチェックだけじゃなくて、先ほど言いましたけどニコギの録音テイクをここでどういう聞こえ方がするんだって検証をする場でもあります、うん、はい、ファンダメンタルの、ま、ブランドの方向性について最初にお話伺いましたが、はい、
音楽を作る、そしてその音楽を聴く、うん、レーベルがあり、うん、ハードがあり、オーディオ機器がありっていう中で、それを全部トータルで一貫してファンダメンタルでは扱いたいと、うん、っていう話を最初に伺いました。で、まさにこの部屋も最後の最後、実際に音楽を聴く、オーディオを機器を置く部屋として、まあ、なんて言うんだかな、すごく現実離れした部屋だと、まあ、その一貫性がある意味なくなってしまうっていうことを考えれば、この部屋も含めてファンダメンタルなんだなっていうのを、そうですね、ある種の象徴かもしれないですね、ファンダメンタル。そんなことを今お話を聞いてて感じました。まさにそうかもしれません。その辺はぜひね、こちらへ来ていただいてご体験いただければいいかなと思いますね、お気軽にお声かけてください。はい、ありがとうございます。それでは最後になりましたが、まあ、だいぶもう本当に長い時間いろんなお話を伺ってきたんですけれども、最後に何かこう哲さんからこの動画をご覧いただいている方にメッセージなどあれば、ちょろっとそんな大げさなものはないですよ。なんだろうな、もっとね、僕自身がそうなんですけど、本当にこう頭真っ白にして、その日何があった、頭の中にいろいろモヤモヤ残るものいろいろあると思うんですけども、頭真っ白にして、その状態でもうご本人の感性に身を委ねて音楽に入っていってほしいな、音楽に身を委ねてほしいなってすごく思いますね。音楽ももちろん音楽の裏側には理論があって、いろんな組み立てがありますけども、でも最終的にはやっぱ音楽も感性の一つの形なんですよね、それを受け取る皆さんもやっぱり感性で受け取っていただきたい。そのオーディオを通じた音であったとしても、その音楽そのものは感性の産物なので、皆さんの感性にこう蓋をしないで、その感性そのままの感性でもっと音楽を楽しんでいただくと、なんか違う世界がね出てきてくるんじゃないかな。人間って妙に頭いいので、ここをいろいろ使うじゃないですか、で、まあ、仕事する上ではここ使わないといけないんですけども、音楽ってあんまりここ使いすぎるとですね、なんかこう伝わってこなかったり届かなかったりするものが多いような気がするんで、もっとこう体全体でというか、本当に感性のままに受け取るような気持ちを持って音楽に接していただくと、今まで聞こえなかったものや見えなかったものが見えたり聞こえたりするんじゃないかな。僕らいつもそうやって音楽と接してます。オーディオハードを作る人間でありながらも、音楽を作る人間でありながらも、音楽と接する時っていうのはもう素でありたいと思って、まあ、素になってしまうんですけど、そういう感覚っていうのをぜひね、リスナーの方にも持っていただけたら、もうちょっとこうまた違う幸せが感じられるんじゃないかなと思います。口はまっていいですか。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ファンダメンタルの、代表である鈴木哲さんに、長時間にわたっていろいろと語っていただきました。哲さん、どうも今日はありがとうございました。
like a room if you want to. The next time I turn around. I said, I'm leaving, you said, I'm staying. And I said, I hate me, you said, what I created. I said, I'm broken, you said, I'm healing. So step out into the world that I made just for you. And my world is bigger than truth is so amazing, then why aren't you crying?